コールドウェルはアメリカ海軍の駆逐艦。コールドウェル級駆逐艦のネームシップ。艦名はジェームズ・ R ・コールドウェル大位にちなむ。コールドウェルは1916年12月9日にメアアイランド海軍造船所で寄港した。1917年7月10日に C ・コールドウェルによって命名浸水し、1917年12月1日に 艦長 B マッカンドレス少佐の指揮下収益した。大西洋艦隊への配属を命じられたコールドウェルは1918年1月8日にバージニア州ノーフォークに到着し、3月5日にアイルランドのクイーンズタウンに到着した。コールドウェルは紹介及び船団護衛任務に従事したが、その任務はドイツ潜水艦に対抗するための緊急の 海中超音装置の研究実験支援で中断された。第一次世界大戦が終了すると、コールドウェルは地上部隊をフランスのブレストに運び、そこでベルサイユー会議に向かうウッドロー・ウィルソン大統領を乗せた輸送船、ジョージ・ワシントンの護衛に加わった。コールドウェルは帰国すると、大西洋艦隊、駆逐艦隊、ノーフォーク分艦隊に加わり、 第三駆逐戦隊と共に1919 19年まで東海岸沿いに活動した。1920年8月に予備役に置かれ限定収益状態でサウスカロライナ州チャールストン、ロードアイランド州、ニューポートで活動した。コールドウェルはフィラデルフィア海軍造船所で1922年6月27日に退役し、1936年6月30日に スクラップとして売却された。ありがとうございます。